ナイファーイ。むずいなぁ。すげぇなぁ。え、むずすぎる。なんだ。桁違いに難しいぞ。なんか、スキルベースがスキルベースしてないな。なんだこれは。しかも相手、初期資金漫画だったから、やっぱ多分あれおかしいな、やっぱり。ん？どうなってるんだろう。スキルベースどこ行った？土曜日はスキルベースが機能しないのか。いや、ハドックってか、当たんな。AR ダメだなぁ、近距離。むずいなぁ。いや、それともスキルベース実はしっかりしてんのか。やっぱり4万超えた瞬間変わるのか。なんだよくわかんねえな。なんか明らかおかしいな。うん、多分これ平日限定やね。いやー、多分だって初心者の方だもんなあれ。いやー、あー、マジか。みんなは俺が守るからな。負けたの悔しすぎる。わしゃねえか。いや、今の 1V3 する勢いでいかないとダメだったな。いや、ハボックなんで俺使ってしまったんだ。 AR 近距離マジで危険だな。危なすぎるな。リピーターとかのがまだいいな。近距離本当に当たんねえ。えぎ当たんなすぎて。まさかあんなに32発撃ってあれで死なないのやばいな。マジで弱体返ったな。まあだから俺 AR 使わなかったもんだもんな、近距離。いやー、マジで悔しいな。いやー、ミスったなぁ。そうだもんな。バリスティックも178キリで殺したもんな。かなりこれおかしくなってきてんな。土曜日ムス。なんでこんな当たんないんだろうと思ってまうぜ。AR の近距離の弱さよ。いや、クソ、ちょっと感覚慣れちゃったな。ダメだ。昔の、そうだね。フルパズでは多分すごい楽だと思う、本当に。ちょっとこれ昔の感覚でやんないとダメだ、土曜日は。マジで。昔のシーズンと同じだ、これ。扱い。スキルベースが機能しなくなるんだ。ちょっと気をつけないと。なんかいつもの感覚でいくと謎のことが起こる。近距離はしっかりサブマシンが持たないとな。いやー、ミスったなー、マジで。マップをご覧ください。敵の位置を記しておきました。今のはね、結構ね、答えたわ。久しぶりに結構来たな。ミスったって感じするわ。ミラージュ。ノロマのシールドを割った。うん、右にもいるな。これを狙ってきてるぞ。あそこに敵がいます。ちょっと一旦回るか。ちょっと前行けねえやこれ。いやあ、しょっと。ああ、ダメだな。まだ俺はメンタルが弱え。メンタルが弱えっていうか。いや、予想外のことが起こっても冷静になっては、マジで。気をつけなくては。叫んではいけねえ。椅子は持ってるんですよ、俺。頑張りますー。ちょっと俺はもっともっと強くならなくては。俺を狙ってきてるぞ。ベールを上げます。プロテクターを起動。シールドに関しない。ノロマのシールドを割った。残り1分。シールドは近いです。回れるかな。よし、曜日を分かってしまえばそんなに来ねえぞ。負けても
いやでもこう考えると普段はと、うん、本当にしっかりしてるんだなと思う。そのスキルマッチなんか感動、逆に感動してるわ。すげえな。いや敵が強いじゃなくてスキルベースがバグってなんかすごい音になるマッチングがルフィだった俺。敵はね、なんなら多分あんまりかも。土曜日けど、もうそれ以上ね、地獄が始まる。169与えた敵が死ななかったりする、マジで。なんだろうと思ったらゼロダメージとか結構あるね。なんかいつも通りに慣れちゃうとやばい。そういつも通りだと、まあ、400とか1000とか出てるから、で俺が2500とかだから、それその感覚でやっちゃうと地獄見るねマジで。なんてえってなんで負けたんだ今みたいな感じになっちゃう。そうさっきもそうゼロだったからね。うん、ちょっとやばかったマジで。なったね、めちゃくちゃ。あのね、でも土曜日はダメかも。こんばんは。そう、土曜はダメだね。平日と日曜日はかなりいい感じなんだけど。結構頭抱えちゃう案件かも。うわ、なんで負けたんだ。だけど、そう、土曜だからって分かってしまえば、そこまでね。うん、問題ないかな。あ、この人、ミスった。だいや、もうしょうがねえ。俺はそれさえ分かってしまえばいいのさ。いや、大丈夫。申し訳ないと思ってれば、相手も分かってくれるはず。そう、神や。あ、そっか、土曜か。あ、そっか、土曜だった。しょうがねえや、みたいな。どんまいだな。まあ、土曜だし、いや、最強じゃん。土曜だしで全部通用するぞ。最強やん。しゃあねえな。今、ボーダー5万4000だったかな。今っていうか、さっき見た感じで5万4000だったね、ボーダー。みんなすげえよ、マジで。いや、前向き最強。うん、そうだ、そうだ。さあ、後でいい。さらに俺は強くなってしまった。で、まあこれアンチによるけど、OK？ よし、パックもないから、それ多分そこ殺さないと前入りなそうなんだよな。殺害ムーブするしかねえか。でもこれ初期スキン3人いるんだよな、相手怖すぎる。そうだよね、そこだよね。チラ見しつつ徒歩で行けるかな。あそこ行くか。なんか入れそうじゃね。なんでか知らんけど入れそうだ。なんでか知らんが入れたぞ。ああ。でかい。で、あとは、どうすればいい感じになる。やべえ、間違えて壊しちゃったの。そんなつもりではなかったんだが。いや、ほんとはこう扉と打ち合うように作るはずだったのに、ミスった。これ逆に外出るのは大変で、あまり強くないのでは。そう、ちょっと勢い余ったわ。ミスったぜ。え、まだ上いんの？モバイルプロテクターを移動させる。少しこっちへ散歩だ。上が、おいおいおい、最終円きつくなってきたな、おい。まず最終円の難しさが異常になってきたぞ。いや、きつい。どうしよう。きつすぎる。階段張り付きが。いや、右のパーティーだるい。いや、そこに壁張って左の車線切りつつ右殺すか。そうやるしかねえよな。オッケー、中入ってくれてるから左の車線切りつつだな、これ。そうなんですよ、分かった。そう、ニューキャストで、ニューキャスト分かった。これすごい重要だからね、この響き。あ、惜しい。敵を捕らえた。あそこ入ってないよな。確定でやり合うはず。なかったよね。こんなんなかったもんね。おもれえよな。
なかったよな絶対。インカシールド。相手もニューキャッスルか。やべ、いやちょっと、いや26日で最後のあれか、バッテリーで戦うか頑張って。いや左のパーティーがきついなこれ。ちょっと待って、右を行って、いや上いるなこれ。これ中入るか、どうなってんのこれ。中段いんのかこれ。中段2人。いや、きつ。ナイスだよ、強い。ナイスー。最終がそこか。ごめん味方、俺だけ飛んでこぶわ一旦。残る部隊は2つ。頑張れ方、そいつ殺してほしい。ナイス、いけるよ。ナーイスー、素晴らしいナーイスすぎる味方ナーイス熱すぎるマジか、やば。いや、なんか、やばなんかさ、全然違う楽しさ、マジで本当に面白いこれは熱すぎるヒデミーヌ様、200ビッツありがとうございます。じゅじゅ、今のやべえみえちゃんまる様、300ビッツありがとうございます。マジでやばい、本当にあのスクリームみたい、本当になんかさ残り方がやばくない。いやー、でアゾアンチで5部隊だからねおもれー。いや負けた時悔しいけど、でも面白いな。いや多分だからあれなんだろうな、多分難易度がすごい高くなって悔しいんだろうな、すごく。いやマジかよってなっちゃうんだな多分。いや本当そう。いやーでもマジ味方に申し訳ねえな、でもなるべくマジかよって言いたくねえんだけど。いやーでも面白えマジでやばいねあれ。超練習なる最終戦、最終演やばいわ。最終演もそうだし、なここ行けるかなとか、だからそのマップ読むのも大事になってくるから、マジで俺、いやー楽しかった